こんにちは、武田学校講師の武田恒ねです。それでは授業を始めます。<music> えー、当時を首相がまあ総辞職したという話をしましたよね。で、やはりここでえっ、ー、と次注目しなきゃいけないのはここですよね。まあ、小磯内閣を経てまあ通期官房内閣が整理し続したのが4月7日になります。昭和20年の4月7日ですね。4月1日からこれ沖縄戦 が始まってますので、えー、まあ沖縄を,を助けるためにですね、あの六、ー、隻のね、えー、船が沖縄に向かいます。これ船ここに、えー、これ戦艦山門が向かうわけなんですけども、このなんかね映画とか見ると戦艦山門が単艦でね一隻だけで沖縄に向かったかのように表現しているのもありましたけども違いますよ。そんなめちゃくちゃなことしませんよ。さすがにね六隻です。 6隻の艦隊がですね、えー、沖縄に向かいました、えー、沖縄は大きな悲劇がありましたよね約9万7千人の民間人が陸上戦闘に巻き込まれて、ね、命を落としました、えーまあ、よくですね言われるんですけども日本は沖縄を見捨てたとかなんとか言う人いますよね見捨てました見てください6隻の艦隊が向かってんですよで戦艦大和 ねえー、飛行機からの攻撃を受けて沈んでしまいました、えー、鹿児島の徳之島沖ですね、えー、そして人の、えー、兵隊が命を落としてるんですよね、えー、それから、あのー、日本の、ね、沖縄を守備した日本軍だってそれは沖縄を守るために沖縄に行って戦ってたわけですから。 それは沖縄をね、あのー、なんか捨て石のようにね捨てるんだったら引き上げればよかったじゃないですかあどうぞ米軍どうぞどうぞと好きにしてくださいって <laughs> ですよねえじゃあなぜね、えー、日本軍がしっかりと沖縄に入り込みしかもねこうやって増援部隊、えーえー、戦艦大和が向かったのかって言ったら沖縄を守るためですよね。なんでステージなんんでですか、えー ステ,イシーステイシー女の子の名前みたいですけどステイシーじゃないですからね, <laughs> ねステイシージだったらほっとけばいいんだわけですからねえなんでステイシージなんて言うんですかこうやってね命を落とした人に失礼ですよね。でしかもねあの沖縄は本土ですからこれ結構ね誤解されてるんですよ。沖縄は外地だっていう風に言われますよね どこが外地なんですかあ見た目はね島ですから外地のように見えますけども言っときますけど沖縄は日本本土なんですよほら四国だって九州だって離島だけども本土でしょそれと一緒です沖縄はちょっと離れてる、まあ、地図的には離れてるけども沖縄は本土なんですよ例えばですねあの、えー、フィリピンなんかは 先の戦争でもって日本が制圧した場所じゃないですかシンガポールとかもああいうところは外地ですよね第一次世界大戦で、えー、日本が戦勝国となってドイツからね、えー、っと受け継いで委任統治をした南洋諸島とかああいうところは外地じゃないですかところが北海道も本州も沖縄もそれから硫黄島もそうですこれねあの内地なんです <laughs> 沖縄は内地です はい、ですから、えー、まずね硫黄島を明け渡してしまったのがこれが本土の一角を明け渡したことになったわけですそして次に沖縄ですよね。これね、えー、米軍のお まず島をサイパンを落とすことによって長距離爆撃機を離発着させられる基地を確保する次に硫黄島を落とすことによって B29 を護衛できる戦闘機の離発着場所を確保するこれによって日本の制空権を,を手に入れますそして次沖縄を攻めて沖縄を占領することによって沖縄を今度日本列島全体を占領するための 基地に設定しますでこの次もあったんですけども途中でポツダム宣言受諾したので実際に行われませんでしたがこの20年の秋ですね昭和20年の秋には今度は九州の南部を占領する予定でしたそして翌年昭和21年にはこの鹿児島辺りを起点としながら関東上陸作戦を目指していたんですね えー、そして首都東京を東西から挟み撃ちにするということであの、えー、と三浦半島の西の方ですね湘南の辺りから上陸する、えー、だから西側から上陸する部隊とあと東側はあの、えー、と九十九里浜ですね、えー、ほらほらあの上陸部隊上陸させるのに砂浜が一番都合がいいわけですよ。 あまりごつごつ岩のところに上陸しにくいですよね砂浜だと上陸艇をバーッとつけてですね一気に上陸できますからだからあそこの湘南のねほら江ノ島とかあの辺のね、えー、ダーとどこまでもほら、えーね、砂浜が広がってるでしょ、えー、湘南のあそこと、えー、千葉の九十九里浜あそこから一気に50万人を 陸上に上げてですね首都東京を東西から挟み撃ちする、まあ、こういう日本占領計画があったわけなんですそれがまあ着々と進行してきているわけなんですねそこで沖縄を落とし次は九州を落とすというですねこういう流れだったわけなんです、えー、そこで戦艦大和がですねこの4月7日に沈没をするわけなんですがこの戦艦大和が沈没をしたこの4月7日というこの日はですね えー、鈴木勘太郎内閣が成立した日でもあるんですはいでこの鈴木勘太郎という方がポツダム宣言受諾に持ち込むんですね、えー、日本を終戦に導いた内閣は鈴木勘太郎内閣ですでこの えー、もちろんですね以前から説明した通り、えー、この誰を総理にするかというのを差配するのは内大臣でした、えー、木戸康一という内大臣がですね、えー、ここは、ね、鈴木幹太郎の出番だということでですね、えーまあ、重臣たちを説得してこの鈴木幹太郎内閣を成立させるわけなんです。という方がどういう方かといいますと,、えー、っと以前、この方はこの番組でもだいぶ、うん、扱ったことがあるんですけども。 226事件ですよ事件の時に当時鈴木貫太郎自重長をしてましてもうめった写真されたわけですねえ。自宅が青年将校たちに襲われもうめった写真になって全身血まみれで倒れ込んでさああと一月きでとどめを刺そうとした時に奥様の、えー、鈴木孝さんという方が「待った!」ということでバーッとそこに入り込んで「えー、えー、もうこれで十分でしょう」と。 えー、いう,ふうに言ってですねこれ以上の恥ずかしめは、ね、やめてほしいということで間にその、ね、刀もう軍刀を振りかざしている大勢の青年将校たちと間,間に入ってですね これ以上ね、えー、するのであれば、まず私を刺してからにしなさいという、そういう剣幕でですね、間に割って入ったわけですね。そしたら、その、奥様のね、足立高さん、あ、まあ、結婚して鈴木高さんになりましたけども、えー、その方の剣幕に押されて青年将校たちは、えー、ならばこれまでということでですね、えー、退散していったわけです。もう明らかにもうまもなく死ぬ、もう虫の息というね、そういう状況だったわけなんですけども、えー、最後の1月がもしあれば、あの時に。 死んででいたでしょうね、えー、そして鈴木太郎内閣は成立ししなかったでしょうこの時にね、えー、日本を終戦にしっかりと導くことができた人は私はもう鈴木貫太郎しかいないと思うんですよね。もし鈴木貫太郎がこの時いなければいやー あの戦争を止めるリーダーはなかなかいなかったかもしれないそのように思えるほどですねですから226事件でまあ、もうすんでのところで命拾いをした鈴木勘太郎は何かね、えー、まだやり残したこと <laughs> あったんですよね、ええ 以前ね226の事件の説明をした時にもちらっと触れましたけどもこのね青年もう刀を振り回す青年将校たちの間に入って体を張って旦那様を守ろうとしたこの鈴木隆さんという方は結婚前足達さんという、ね、旧姓で安達隆さんという方だったんですね。この方は何を隠そういや隠す必要はないんですけども昭和天皇秩父宮殿下坂松宮殿下の養育係だったんですね。えー ですちっちゃい時、えーね、昭和天皇も高松宮殿下もですねこの安達隆さんに育てられたわけなんですよ。はいえー、まあそういった方がまさかね、えー、こう将,来将来の総理の奥、ね、様になるなんてことはその養育係を担せた時はですね、えー、まだ分からなかったでしょうけどもその後ね鈴木貫太郎さんと結婚なさったわけです。でこのの鈴木太郎という方はでですねあの海軍の軍人でした はい、そして、えっとえー、昭和天皇のお月武官を務めたこともありますでその後縁あって侍従長もやってるんですよね、はい、ですからこの昭和天皇と非常にこのなんか、えー、ものの考え方とかいろろなことをよく分かってるそして昭和天皇からもかなり信頼されてる方だったんですね。えー、で軍人である そして昭和天皇の侍従長まで務めた方であるということそしてさらに今年も当時77歳、ねえー、こういう方が出てきて えーまあ、もちろん陸軍ともパイプがある重臣たちともパイプがあるもちろん昭和天皇とも宮様方ともですね非常に強いパイプのある方ですよこういう方が出てきて終戦を差配すると、えー、もちろん紀力を一もですね、えー、紀力を生一内大臣も,もうサイパンが落ちてますからあこれはもういよいよ日本は無理だなということは分かってますそして硫黄島沖縄戦ときてますよねでその間には東京大空襲もありますよ10万人ですからねはい。 <laughs> 10万人、東京、えー、亡くなってますからね、えーえー、いよいよここは、あのー、これまだポツダム宣言出てませんですけれども、これはあの終戦に持ってかなくちゃいけない、そういう状況で、えー、鈴木幹太郎が選ばれるわけなんです。ところが、鈴木幹太郎総理は、断ります。 <laughs> あのー、この、うん、説得をするのも鈴、えーとえー、木戸康一内大臣の仕事なんですけども鈴木監督は断ります、いや、私、今から総理なんてできませんと、いや、もうそもそもね、軍人はこの政治に関わっちゃいかんということであって、私はそんな政治家なんか向いてもないし、こんな重大な局面で政治家なんか無理ですというふうにです、ねえー、断るんですね。 えー、でもまあ昭和天皇がお召しだから、うん、とりあえず御前に出てほしいというふうにお願いしですね、えー、で鈴木勘太郎は断る気満々で昭和天皇の前に進むんですね、えー、で昭和天皇は、えー、内閣総理大臣をやってほしいというふうにですね面と向かっていうわけですけどもいや私は無理ですと <laughs> もうそんな軍人が政治なんかできませんし、えー、そんな大役は無理ですとましてや私は 77歳あ、今の77歳と違いますからね、今の77歳、元気な人多いですけども、当時はまだね、ほら、平均寿命も短かったですし、また,なこ,のまたこの鈴木貫太郎さんという方はね、白髪で、ほらあの、もうあの眉毛も長いですしね、白髪でね。えー、ですから、見た感じ、もうおじいちゃんという感じの方ですよ。えー、で、77歳、もう老齢です。私はこんんな歳にななにって総理大臣なんか 無理ですと。排除。はい。排しますって言うんですね。ラララララララあ、それはアルプスの排除ですか。違いますよ。排除 <laughs> というのは、あの、固、え、辞、ーえー、するという、えー、お断りするという意味ですからね。排除 <laughs> しますと。 <laughs> いう,ふうにに昭和天皇に申し上げるわけですねそしてそのままおんまいをですね下がるわけなんですけどもで再びですねなんとか考えてほしいということで,ですね再び昭和天皇からのお召しがあって昭和天皇からなんと言われたかですねなんとかこの役を引き受けてくれないかとそしたら鈴木勘太郎さんは再び。 廃止しますと申し上げるわけですね。<laughs> そうしたら昭和天皇はですね、いろいろな言葉を使ってですね、なんとか総理大臣になってほしいというふうに、まあ、頼み込むわけですよ、ねえー。もう他に人はいないと。お前を置いて他に人はいないと言うわけですね。えー、そしたら、えー、鈴,木鈴木さんは、いや、私は総理の役は務まりませんと。お断りしたいと。もう年取ってますと。 こんな老いぼれが総理大臣なんかできませんってわけですね。そしたら昭和天皇が構わないと、ねえ。老齢でも構わないからなんとか一つやってくれというわけです。そしたら、えー、鈴木さんは無理ですと。排除しますと。<laughs> 排除しますね。ね、えー、私は老いぼれで目もかすんで物もよく見えませんと。でもう耳も遠くなって 近くで話していることも聞こえないと。そんな状態で、総理大臣なんかできませんっていうわけですね。そうしたら昭和天皇なんて言ったと思いますかまわんと。目が霞んで見えなくてもよい。耳が聞こえなくてもよいからやれと。<laughs> そこまでおっしゃったですよ。<laughs> もう何度もね、お断りしても最後耳が聞こえなくてもかまわんと。それでもいいからやれ。 お前しか人はいないと昭和天皇にそこまで言われてしまったらもう断る言葉を失ってしまったんですねわかりましたと謹 <laughs> んでお受けしますというふうにですね、えー、申し上げまして、えー、鈴木貫太郎内閣が発足しましたいやよかったです、えー、ここでですね、えー、鈴木総理が受けてくれてよかったですですからもうね もうこのことは昭和天皇と、えー、木戸内大臣がもう話し合った上でのことですよ。もうここはあの鈴木幹太郎を総理大臣に立ててなんとか終戦に持ち込む以外はありませんねとそうだねということで、えー、そこで昭和天皇が熱い言葉を持って、まあ、昭和天皇がここまで熱くね、えー、進化に頼み込むということがかつてあったでしょうか。 私もですね昭和天皇の発言記録というものはですね、えー、基本的に全部読んでますけどもここまで進化に頭を下げ何度断られても頼むと言ってですねお願いをするという場面はちょっと、えー、他に見当たらないですね、はいえー、これによって鈴木幹太郎総理ですから鈴木総理も当然これは、えー敗まあ、終戦に 持ち込むたために自分分はは総理大臣とととしてて起用されたんだなということは分かってますでもこの段階でね、えー、軽はずみにね、えー、じゃあ私が総理になった以上じゃあいよいよ戦争をやめますよみたいなことは絶対口にはできないわけですねそんなことをもし口走ってしまったらまあ殺されたでしょうねはい何言ってんだと一億玉砕ね最後ね、えっと、最後の最後まで戦うんだっていう人たちがいるわけですから えー、朝日新聞とか陸軍とかですよ、まあ、陸軍の中でもですね参謀本部、ね、参謀本部というのは、えー、最終的に、えーねこのうん、陸軍をどう動かすかということを最終的に決定していく作戦を立案するそういう部署ですからね、えー、ですから当然、この先、ね、沖縄戦のあと、ね、アメリカは当然本土、上陸をしてくるであろう。 でえー、日本軍としてはそれに対してどう対処するかというそのですね、えー、防衛計画を立案している人たちがいるわけですからそんな中で総理大臣ごときがですよひょろひょろ出てきて「戦争やめます」なんて言ったらもう一発で殺されるというですねそういう世相だということをまず理解しなくてはいけないんですね。まあ、昭和天皇のねこのりで始まった、えー、この戦争は昭和天皇の見事のりでもって終わりますよね。 何でもっと早くねこんなね沖縄で10万人死ぬとか東京で10万人死ぬとかね裁判が陥落してね、えー、このもっと早い段階で何で昭和天皇がね戦争をやめるって言ってくれなかったのというふうに簡単に言う人いるんですけどもそんなことを言ったらですねもう総理大臣が殺されるわ陸軍大臣が殺されるわ参謀総長だって殺されるわ本当何が起きるかわかんない。 えー、だってさっき特攻警察って言いましたけども、まあ、今の、ね、中国と北朝鮮と一緒ですよ政治批判したら逮捕ですからね、えーまあ、それだけ当時の秀樹は追い込まれていたんでしょうね。えー、だから言論統制をししてますし ね、日本が不利だなんていう情報も国民に知らされなかったですし、えー、戦争をやめようなんていうね、えー、弱腰なことを言ったらもう直ちに逮捕ですよ、まあ、だからこそ前回やりましたけども細川守定さんが高松宮殿下の秘書として重鎮、まあ、たちの間をですね、まあ、当時 あまあ電話とかで話したら盗聴されるかもしれないということで、えー、細川さんがいろんな人と行き来しながら情報交換してどういうふうにして終戦に持ち込むかということをですね水面下で調整していたというぐらいですからね。はい、えー <coughs> で細川守定さんも書いてましたよ、日記にね、えー、その誰とどういう会話をしたかというのを秘密の日記に書き記しているわけですよ、まあ、これが出版されたわけですけども、しこのノートが特攻警察の目に触れたら、私は生きて出てこられないと、そこまでのです、ね、覚悟をして細川さんはその役を担っていたということなんですね。はい、ですから、えー、鈴木貫太郎総理自身、ね、そのつもり、終戦のを導くつもりですけれども、これ、難しいです。 じゃ、こんな状態で、じゃ、どうやって終戦に着地するのか。えー、このですね、難しい、もうね、えー、針の穴に糸を通すようなですね、えー、難しいことをこれからしていかなくてはいけないわけなんです。えー、まあ、この後ポツダム宣言が出され、ね。で、原爆も投下されます。ソ連の参戦もあります。そういった流れの中で終戦を実現していくんですけども、えー、これは当初はですね、えー、もうすでに日本は和平の方法を、方針を。 すで、えー、に考えてましたそれはソ連に仲介してもらうという話だったんですね、えー、ソ連に間に入ったほら日露戦争の時にアメリカが仲介して日本とソ連との間の戦争を終わらせましたよね、えー、それと同じように、えー、日本の友好国って言ったらもうソ連しかないんですよ当時ほら日ソ中立条約を結んでましたからね も、えー、ほら日独イ三国同盟ってだってドイツもイタリアももう敗戦してしまいましたよ。であ、アメリカもイギリスもヨーロッパも日本はそれを相手に戦ってるわけですから、日本の唯一の友好国はソ連だったわけですよ。で、ソ連のスターリン書記長にまあ仲介者となってもらって、えー、連合国との戦いを終結させていくと、えーえー、まあそういうですねあのー、方針を考えていました。はい。 じゃあどのようにしてこの難しい終戦というものを勝ち取っていくかということはまた次回以降解説していこうと思います。今日はここまでです。はい皆さんチャンネル登録をお願いいたします。ポチッと。